日本への核攻撃、世論高める中国、おどろおどろしい動画が SNS で喝采、滅ぼされるべきとも、門田隆昌氏が憂う、安倍派崩壊もたらす危機、安倍派清和政策研究会の崩壊、パーティー券事件で狙い撃ちされ、分裂が取り立たされるニュースを見ながら、私はため息をついている。理由を一言で表すなら、日本の危機が分かっているのかということである。政治資金に対する意識の低さ、危機感の欠如など、この事案に呆れることは多いが、それとは別に、親台派や積極財政派が多い清和会が狙われたことに、いよいよ日本という国自体が危うくなってきたことを実感する。安倍晋三、岸信夫兄弟は、台湾の自由と民主、人権、法治を重んじた政治家だ。東アジアで同じ価値観を共有する台湾を愛し、そして台湾人からもこよなく愛された。しかし、岸氏が病気で政界を引退し、安倍氏は暗殺された。武力行使を隠さない中国から台湾を守ることは言うまでもなく、東アジアの平和、ひいては世界平和を守ることに他ならない。しかし、安倍氏死去後、清和会は後継すら決められず、無謀の衆と化した。このありさまを、生き馬の目を抜く政界が見逃すはずもなく、やがて派閥が検察に狙い撃ちされたのである。今後、親中派閥ばかりになった自民党で、左派レベル政治家によって政権がたらい回しにされるなら、日本の存続は極めて難しい。その理由は中国にある。福島第一原発の処理水が海洋放出された2023年8月24日以降、中国でどんな動画が喝采を浴びているかご存知だろうか。代表的な2本を紹介しよう。一本目は、日本は二つの戦争で中国人民に死傷者3500万人を生んだ国である。中国人民は古い矢と新しい矢を両方撃つ。日本に対して我が国が原則とする核先制不使用は適用しない。我々は必ず日本に核兵器を使用するというものだ。二本目は、広島や長崎で使用された原爆では、日本を消滅させるのに420発もの数が必要になる。しかし、我が国が持つトンフォン41型核ミサイルなら、7発で日本を地上から消し去ることができるという内容である。いずれも映像では、核ミサイルが爆発して人々が焼け、溶けて死んでいく、おどろおどろしい光景が表現されている。この動画が喝采を浴び、同時に中国版 SNS では、小学校での授業風景もよくアップされ、これまた反響を呼んでいる。例えば、日本軍の銃の犯罪を挙げなさいと先生に言われ、暗記した日本軍の犯罪を生徒たちが得意げに発表していくもの。また、福島処理水の海洋放出にあたり、岸田総理の顔写真を出して、数十年後、君たちの子孫は人魚になるかもしれません。作文で罵りましょう。日本を批判、批判、再批判するのです。ペンを武器として持ちなさい、と作文での罵りを指導する映像だ。他にも幼稚園で日本兵に物を投げつける者や、同じく日本兵の腹を突き刺す訓練など、物事の道理もわからない子供たちの頭を、日本への増悪で染め上げていく様が映される。まさに背筋が寒くなる光景である。私は中国が民主化するかもしれなかった、胡耀邦元総書記時代の1980年代から中国をよく訪問した。日本に学び、技術や理論を吸収しようとした中国は、日本人を重んじ、こんな教育をする時代が来るのことなど、想像もできなかった。しかし、胡耀邦氏の死と、その追悼のために天安門広場に集まった大学生たちが、一網打尽にされる天安門事件 6.4 事件を経て、90年代から江沢民総書記の下で徹底した反日教育が行われた。子供たちは
日本への増悪で洗脳されていったのだ。そして2023年12月13日、1188万人ものフォロワーを持つ中国の有名インフルエンサーがこんな主張を行い、これまた拍手を浴びた。古い因縁を清算するのが私たちの世代の使命だ。日本は歴史を歪曲する教育のもとで、日本の侵略戦争はすべて自衛戦争、解放戦争、正義の戦争として美化された。だから戦争で死んだ軍人や靖国神社の戦犯たちは国を守った英雄となっているのだ。我々は謝罪を待っているのではない。謝罪が役に立つなら、なぜ頓風ミサイルが必要なのだ。彼らが謝罪しても、私はそれを受け入れない。私たちは憎しみを手放す立場にはない。なぜアメリカ人は日本人への憎しみを捨てられたのか。なぜなら、彼らは自らの手で広島と長崎を焼き払ったからだ。なぜロシア人はドイツ人に対する憎しみを捨てられたのか。それは彼らが自らの手でベルリンの地に赤旗を立てたからだ。では我々はどうなのだ。謝るも謝らないもない。仇敵が謝ることが重要なのか。いいや、仇敵は滅ぼされるべきだ。彼らを許すのは神の仕事だ。私たちの義務は彼らを神のもとに送ることだ。古い因縁を清算することこそ我々世代の使命なのだ。周知のように中国では政府の意向に反する主張や動画は許されない。つまり日本を核攻撃するとの人民へのコンセンサスを作り上げることに中国は邁進しているということである。毛沢東の号令一つで紅衛兵をはじめ革命の戦士たちによって数千万に及ぶ迫害死を生んだ中国。私たちに必要なのは平和ボケして現実を直視できない総理ではなく、国民の生命、財産、そして領土を守り、平和を守る抑止力をきちんと構築できる国家の領袖に他ならない。東京地検特捜部の動きを見ながら、私はそんなことを考えている。角田龍翔、作家、ジャーナリスト、1958年6月16日、高知県生まれ、中央大学法学部卒業後、新潮社入社、週刊新潮デスクから独立し、歴史、司法、事件、スポーツなど幅広いジャンルで活躍。なぜ君は絶望と戦えたのか、新潮文庫、この命、義に捧ぐ、角川文庫、死の淵を見た男、角川文庫など、著書多数。先の大戦末期に起きた、尖閣戦時遭難事件を取り上げたノンフィクション、尖閣1945、産経新聞出版が11月に発売され、話題を呼んでいる。親中派議員ばかりの政府、公明も含めて、またまた次の政府もそのようであれば、日本は中国の属国になり下がってしまうでしょう。遺憾だ、懸念だで、中国の良いようにさせているのがその証拠でしょう。しかしそうはいきませんよ。誰が中国の属国になりたいものですか。まともな政府を作ってほしいものです。日本をきちんとした独立国家として、ふさわしい憲法を制定し直し、中国に良いようにさせないための日米同盟のみならず、太平洋版 NATO も支援に入れてもらいたいものです。本気の政府が待ち望まれます。中国、日本と台湾に新年早々揺さぶり、尖閣周辺に中国公船、13日連続確認。台湾上空には気球、野心抜き出しに増す警戒感。新年早々中国が日本と台湾への威圧を強めている。沖縄県尖閣諸島周辺で中国船が連日確認されたほか、2日には台湾本島上空を中国の気球が飛来した。13日の台湾総統選を前に、台湾統一の野心を抜き出しにする中国への警戒感は増すばかりだ。尖閣諸島周辺では3日、領海外側にある接続水域で、中国海警局の船4隻が航行しているのを、海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは、昨年12月22日から、13日連続だ。一方、中国の気球4隻が
2日に台湾海峡の暗黙の休戦ラインである中間線を越え、うち3機が台湾本島上空を飛来した。気球は観測用とみられるが、台湾国防部は総合的な監視手段で綿密に動きを把握していると表明。台湾当局者は台湾側を心理的に揺さぶる目的もあると見ている。習近平国家主席は昨年12月31日のテレビ演説で台湾に関し祖国の統一は歴史的な必然だと述べた。習氏は昨年秋にも我が国の領土主権と海洋権益を断固として守ると述べ、海警局東シナ海海区指導部を視察している。評論家の石平氏は国内経済も悪化する中、中国は対外的に強硬姿勢に出るしかない。習氏は昨年秋も領土を譲らない姿勢を示した。今年は日台双方への挑発をさらに強めるだろうと分析した。